一問一答、時代別。3、飛鳥時代。6世紀の末に、南北朝を統一し、大運河を建設した中国の国は？隋。律令を整え、都の長安が国際都市として栄えた、中国の国は？唐。7世紀後半に、百済、高句麗を滅ぼして、朝鮮半島を統一した国は？新羅。日本に仏教を伝えた、朝鮮の国は？百済。663年に、日本、百済、賀屋が、唐、新羅の連合軍に敗れた戦いは？白月の絵の戦い。物の弟子を滅ぼして、天皇をしのぐ力を持った豪族は？蘇我氏。天皇中心の政治を目指していた聖徳太子は、何という天皇の摂政になったか？推古天皇。摂政とは、どういう役職か？天皇が子供や女性の時に、代わりに政治を行う。聖徳太子が、役人の心構えを示すために、定めた決まりは？17条の憲法。聖徳太子が、才能や功績を、役人を取り立てる基準にした制度は？漢字12回。中国の進んだ文化を取り入れるために派遣された、小野の妹子らの施設の名前は？遣隋使。聖徳太子の頃の、日本で最初の仏教文化は？飛鳥文化。聖徳太子が建てさせた、世界最古の木造建築物は？法隆寺。645年に、中大兄皇子と中富の鎌足らが、蘇我氏を倒した後に行った政治改革は？大化の改新。それまで、豪族が治めていた土地と人民を、国のものとした制度は？公地公民。6年ごとに戸籍を作って、6歳以上のすべての人に区分田を与え、死んだら国に返すようにした土地制度は？藩田収受の法。稲で納めた税は？粗。特産物で納めた税は？徴。労役の代わりに布などを納めた税は？用。年間60日以下の労役は？増用。九州北部の防衛を行った兵役は？先森。天智天皇の死後の672年に起こった天皇の位をめぐる争いは？人心の乱。人心の乱に勝って政治を進めた天皇は？天武天皇。党の政治の仕組みに倣って701年に定められた法律は？大法律令。一問一答はここまでです。お疲れ様でした。